YouTube の第二コンテンツ山チャンネルのスピンオフというか、そんな感じで今日ですね、はい、あのメンバーをですね、はい、ちょっとあの紹介させていただいてね。長くないな。急ですね。下半身が急ですね。下半身が急ですね。ちょっとあのやっぱ、はい、知らない人じゃない。え、いやだ。怖い。怖い。怖くてちゃんと見えない。わ、やばい。怖い。ハワイの海だ。どうやったハワイの海？ハワイどうだった？いや最高でしたね。今日初めて見ました。家からちゃんともう水着を持ってきて、これ自前のやつなの？はい、あのズボンは間に合わなかったんで、はい、すいません、はい、ちょっとこれで、はい、ちょっと全容は見せられませんよ、一部分ですよ。まずはこの方、じゃん、女性メンバー、18歳、画家志望のモデルさんです。 I'm hoping that I'm gonna be able to share my art with a larger audience through being on the show. この口元のライン、クールビューティーな感じなんです。なんて言うんだろうな、あの水原希子からインスタへの興味を削いだような女性なので、そう思っていただけるそんな中でも世界に向けて自分をアピールしたいみたいな、そんな気持ちがあんまない、その自分のこうなんていうんだ、世界で生きてる楽しい感じの、まあでも綺麗な方でございますね。出てきた時にみんなが一番息を飲んだのはこの方じゃないですか。そうやな、やっぱり見た目のインパクト、ザ美人やと思う。はい、ザ美人けど同い年だからね。そうですよね、同い年ほら見えないですけど、ね、落ち着きとかすごいよね。キスしたの？何言ってんすか、助けたいよ、位置が位置だからさ、ね、ちょっと離れてくれよ、ね、ここ泥かぶり席だから、ね、ここ頑張れ、ケンタロウ。そうそうだとお前が悪いんだよ、お前、はい、こんなご機嫌なんて滑るやつはもう止めらんねえだろ。すごいっすね、ずっとそれに行くんすけど、ずっとよ、俺もうもうだってこの後みんなで酒飲めると思ったら楽しみでしょ。裸足だしね、もう裸足ですからね。いけいけ、さあ続いてこのようなじゃん、男性メンバー18歳、俳優志望。ハリウッドスターになりたいね。潔いですね、今までね、何かしらね、消防士になりたいとか、わけわかんないこと言って、途中で俳優になるっていうですね、お前もともと俳優になるつもりでここに来たのみたいなバカが多かったんですけども、今回はちゃんと最初から俳優志望って来てますね。これはだから、またね、ちょっとね、この俳優志望だから、めちゃくちゃかっこいいですね、これも。かっこいいね。かっこいい。言っても、かっこいい。かっこいいだよね。ハリウッドに行きたいって言ってたんですか。そうなんですよ。目指すところが。ハリウッドにいてもおかしくないような。いや、まあまだおかしいと思うけど、レベル的には。いやいや、いそうですもん。いや、まあ、ノリちゃんがいそうだって言ってるんだから、いいじゃん。まあ、こっからね、なんとかいろいろちょっとね、頑張っていけばなんか引っかかるかなっていうぐらいのレベルかもしれない。まあ、トリちゃんがそんな目で俺を見るんだったら、もういそうだよね。もういます。ね、僕はでも絶対友達になれないタイプです。あのクラスとかで絶対いたらずっと陰で悪口言いたくなるような顔でしたんで、こいつもかっこいいからね。そう、かっこよすぎるんですよ。でなんかちょっと女性との交流もね、なんか流暢にできてたし、お前天から二物も三物ももらいやがったこの野郎って、なんかすごい欠点を見つけ出してね、みんなに報告する日も待っててね。さあ次行きましょう。待っててね。あ、この方ね、ショップ店員とは言ってますが、はいはい、ね、26歳女性がどうなるかわかんないけど、それがまた楽しみでいいと思うし、うん、ちょっと落ち着いた大人の感じがないですね。そうやな、すごくなんかいい意味でこう普通の子って感じがする。穏やか、ハワイの人っていう感じですよね。ね、うんうん、こんがり焼けてね。そう、こんがり色でございましてね。だこの方がこういろんな揉め事が起きた時とかに意外と真ん中で丸くまとめますっていう、二角パターンの感じの方じゃないかなと私は思っています。そうやな、さあそしてこの方出ました、家具職人の方ですね。 I just keep doing you know what I usually do.Try not to. だいたいこういうなんかこう物作る系の人たちに女子は弱い傾向がありますからね。大人っぽいよね、なんか落ち着きのある男やんな、はい、彼は。それでこちらにいるスタジオの女性陣もなんかこう好きになっちゃったりするんじゃないかななんて思う存在でますね。ですからもう絶対株が上がらないように、でも初回からどんどん落としていきたいと思いますね私。続きましてですね、5番女性メンバー23歳、見てくださいもね、情報がほとんどないですね。女性メンバー23歳っていうね、部屋汚くする人とかもいない。無理無理だ。あ、この子、ああそうそう、わが、すみません、思い出しました。今ゴー嫌いな子です、うん、語気が強くてなんかすごい ガが強いんです。すごいなんか周りに対してね、わががわががってなってるんで、こういう子絶対後で問題を起こすんで、問題を起こし始めた時にそのちっちゃな火種に風を送って大きな火にして、この子をちゃんとこの家から追い出す、それが僕の仕事だと思ってますんで、皆さん楽しみにしてくださいね。そうなん、よく噛まずに出てくるよね。そうなんですね。ねえ、噛まねえな。そして皆様、はい、今回一番お届けしたかったのは、私ファーストシーズン、セカンドシーズンを通していつかこれが検証されたらなと夢見てたことがございます。こちらじゃん、
ダンスメンバー18歳、ウクレレアーティスト。このちょっとこの顎のラインも皆さん分かりますかね。はい、ルックスがあんまりいけてないんですよ。で、今までファーストセカンドと、まあ、なんていうんですかね、ルックスがそんなにいけてないやつは、まあ、才能もそんなにいけてなくて結局誰にも愛されないっていう地獄がずっとあったんで、そろそろその才能で女を落としたら見てみたいなっていうのはこれなんですよね。この子だからね、僕らモテない人間の夢を背負ってるという、男性メンバー18歳でございますけどもね、ということでございまして、みんなが外を見始めましたね。いや、真っ暗ですね。いつの間にか真っ暗なんですね。あの、すいません、ハワイってこんな暗くなりましたっけ。ヤマちゃんが闇を読んだんじゃない。なるほど。何なのね、裸足。ちょっと待って、俺の下半身の状態でやめなさいよ。だって靴履きたいっすよ。アロハ裸足。アロハ裸足ってそんなね、アロハ裸足。ご当地妖怪みたいな。妖怪アロハ裸足。妖怪ってつけないでください。妖怪、妖怪アロハ裸足。今度来れますよ、それだったら。浮かれるが特徴なの。浮かれるが特徴。いや、怖い。妖怪アロハ裸足は浮かれるが特徴なの。僕紹介したら、あの、選択肢とかに浮かれるしかないですね。ずっとこうやってやるんだけど。ただうざいや。浮かれ方。浮かれ方じゃない。でもそんな山ちゃんにね、はい、メッセージ来てます。はい、あります。山ちゃん、海に帰ってというメッセージ。みんな俺海から来たと思ってんだけど。妖怪アロハ足は海に住んでるもんね。そうね。じゃあ帰ろうかな、海に。うん、また会えたら。また会えたら。本当に、うん、海帰っちゃうの。よし。気をつけて。暗いから気をつけてね。気をつけてね。バイバーイ。ありがとうございました。あ、それはいるんだ。ありがとうございました。本当に大丈夫ですかね、うん、こんな暗い中、うん、ね、真っ暗ですけど、海で帰るんじゃない、ジャパンに。あ、そういうことですね。太平洋を渡る期か。浮き輪で無事に着きますように。あと、アーマンが出ますかっていうのも来てましたけど、あ、それはね、アーマンは今のところ出ないですね。あれ、でもたまにゲスト、あれ、あの、そこ普通に営業してるんですね。横ね、横優しそうな老夫婦が、あーお。